お兄さんですか。妹さんの容体が良くない。急いでください。興味ないんだね。違う、自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだマリー、このまま行かないでくれ。大丈夫っすか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。大丈夫か、怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。
あれ？ったく、ど素人か。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ？何か来る。喋んな。隠れる。いいから、今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。行けばお前は終わる。そんなどうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指しするな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。
相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。あるじゃねえ。このまま残りを片付けようぜ。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。渋谷なのか。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ、こんな時だからな。それもそうだな。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。ものは試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。
見つかった。しゃがみながら背後に近づけ。見つかったか。戦って倒すしかねえ。なんだこれ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけろ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。マリー。
マリー落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。頼む。
病室。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリ！マリ！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。
行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな、危ねえぞ。ここはダメだ、引き返せ。何だろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな、片付けろ。避けるのが無理なら守りを固めろ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。ここはもういい、目的地に行くぞ。妙なものがあるな。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。
れすぎだ。戻って助けてやろう。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置…あいつ…余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら、渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何？今はいい。先を急げ。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。
人がいなくなったから出てきやがったのか。眠れない夜にはやっぱりおでん。おでん中華まんもセール中ですよ。DJ マルチバース、片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。こういうの意外と買っちゃうんだよな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。何か使い道があるのかな。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。そこの2階だ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いやもっとだ。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないよな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。確かに。お前が代わりにやってくれ。グレルガー。やだよ。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食える。これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた子供の頃から普通じゃなかったのか。なんだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。
職業柄、まあ、いろいろつてがあってな。あんた、何者なんだよ。国の番犬かつ、はぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。いい感じじゃねえか。結界だと？マンションごと押しつぶす気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってた。このままじゃあの世に押し潰される。
きの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。追って数分だ。急げ。いいぞ。ここはもう大丈夫だ。石があるはずだ。探すぞ。ている暇はないぞ。やってる場合か。かけすぎてる。行き止まり？いや、上に行けそうだ。本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった、結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。
誰かいる？違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これは、さっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。離れろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろ。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おお、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。マリの声が聞こえる。助けてって。